本日は選手と話そう稲垣翔編をお送りいたします。よろしくお願いします。それでは早速始めていきます。1番目のファミリーの方どうぞいらっしゃい。よろしくお願いします。お願いします。ボランチとして意識していることとかってありますかね。いっぱいありますけどね。いっぱいありますし、とりあえずまず僕のプレー早く見てもらいたいですね。そうですね。見てもらいたいですし、はい、なんだろうな、まあけど一番はこう、まあチームチームで例えば名古屋と広島でもやろうとしているサッカーとか、こう監督が志向していることとかやっぱ違うと思いますし、はい、まあだけど、その、今いるチームの中で、監督がどういうサッカーしようとしててとか、で、それするために、こう、自分のボランチっていうポジションで何求められてるのかっていうのは、結構意識するようにはしてるかもしれないですね。まあ、もちろん自分のこの長所、短所とのこの兼ね合いとかありながらはあるんですけど、やっぱこう、ベースにはこのチームがどういう方向に行こうとしてるのかとか、まあ、どういうプレーしたらこのチームがこううまく回っていくかみたいなのは一番気遣いながら、ボランチっていうポジションの多分特徴だと思うんですけど、まあやってるかもしれないです。サッカーやられてるんですか？サッカーやってます。お、やってるんですか？はい。ポジションは？ポジションはトップ下をやってます。お、トップ下。はい。あ、じゃあもう自分の思い通りに やるのが一番いいですね。そう、わかんないですけど、ボランチのポジション見ててすごい体力も使いますし。そうですね。まあまた、はい、トップ下とはまた違うあれがあると思うんですけど、まあ僕もけど、はい、昔というか、はい、まあ中学校とかぐらいはトップ下やってたんで、はい、まあ、なんとなくイメージはありますけど、もう今はなかなかやってないですけど、今こういう時期でなかなかトレーニングとかできないじゃないですか。はい。その中で、その自分の中で試合が決まらない中でモチベーションとかってどうしてあげてったりしてるんですかね。ああ、けど僕は結構それよくこういろんな方がこうね心配してくださったり、選手たち大丈夫かなみたいな感じで不安がってもらって出たりはするんですけど、僕はなんかあんまそのモチベーションがこう下がってこうなかなかみたいなのとかあんま感じたことなくて、なんだろう、別にこう試合がなかったらなかったでその時の気持ちの持ち方があるし、こう試合が立て続いてる時はその時でその気持ちの持ち方があるから、なんかずっとこうモチベーションこう高く保とうとも思ってないですし、はい、こう、まあ今は今の時期なりの、なんかいろんな楽しみ方とかはあるなとは思ってますし、そこまで、苦にはなってないです。ただ、その、コンディションっていう面ではやっぱり練習がしっかりしきれてないっていうところで、多少なりとも落ちてるところあるんで、そこら辺の心配はありますけど、はい、そういうメンタル的な部分では僕はあんまりストレスは抱えてないです。こんばんは。こんばんは。まあ、ユニフォームありがとうございます。あ、はい。買いました。ありがとうございます。なんで買ってもらえたんですか？移籍したの？ゴロちゃんって呼ばれてるじゃないですか。はいはい。で、私、稲垣吾郎の大ファン。でして、何だそれ、そういう そこが入り口で、あり方もあるんですね。はい、で、ゲーフラも作っちゃったんですけど、見えますかね。かっこいいですね。はいはい。で、ゴローって書いてあるんですよ。ゴロー、はい。はい。ありがとうございます。勢い余って作っちゃいました。やば。意外とその入り口の人いなかったかもしれないです、今まで。あ、本当ですか。初めてかも。いや、もうこれは絶対買わなきゃと思って。ありがとうございます。で、プレー見てもっと好きになったので、早く見たいです。あ、もともとけど、グランパスのことはこう応援してもらってたんですね。はい、グランパスはそうですね。スクールにも通わせてもらってて。あ、そうなんですか。はい、サッカーをしてます。へ、え
ちょっとサッカーのことしか思いつかなくて、はい、全然なんですけど、そのサッカーを、まあ、今自分がしてるんですけど、結構ボール持つとすぐ焦っちゃうんですよ。はい。めちゃめちゃ焦って落ち着いてって言われるんですけど、全然、まあ、落ち着けないんですけど、はい、なんかこうどんなこと練習するとボール受けた瞬間がちょっと落ち着けるのかなっていうのが、まあけどいろんな要素ありますけどね、こうメンタル的なところもあるし、まあけどこう技術的なところでこうできるんだとしたら、あらかじめボール来る前にいろんな情報を入れとけば、それが自分のこの安心材料みたいになって、まあだから最悪こう敵に寄せられてもここにはパス出せるみたいな、右側には味方いるっていうのが分かっていれば、それだけがこう、はい、それでも安心になる自分にとって、それ多分僕とかでもあることなんですけど、プロの試合でもやっぱこう自分にボールが入る前に選択肢があるときってすごい自信持ってプレーしやすいし、こう、はい、もうボールよこせって思えるんですよ。けど自分の中でこう他のボール来た時の選択肢が見えてない時とか、はい、っていうのはやっぱちょっとあやばいって思うところあるし、だからそういう時とかにちょっと焦りが出たりするし、はい、でボールもそういう時はちょっと今いらないなって思うんですよ、はい、あだからこう自分の中にこう逃げ道が一つ二つあるとそれだけでこう自信になるし、うん、はい、慌てなくて済むように、はい、こんばんは。あ、こんばんは。お願いします。こんばんは、お願いします。ちょっとこの子からいろいろ質問させていただきます。お願いします。はい。サッカーやってんの？おう、何年生？3年生。おう、名古屋な、うちのスクールとか入ってんの？入ってない。入ってます。入ってる。おお。いいよ、何でも質問して。僕はサッカーをやっていて、うん、稲垣選手と同じミッドフィルダーの真ん中をやっています。おお。で、真ん中で攻撃と守備をするコツを教えてください。もうざっくりだな。まあ、まあなんだろうな、いっぱいあるけど、まあ一番やっぱ真ん中じゃん、サッカーのこの選手の中で11人いる中で、だ真ん中ってことは基本的に常にボールに関わり続けることができるポジションなの。それは直接自分がボール持ってなかったとしても、結構ボール周りに関与できる、一番関与できるポジションだから、いろんなとこに顔を出しながら攻撃の時も守備の時も、うん、いろんなこうプレーをしていく。それはボール触るってだけじゃなくてね、そういうことができる唯一の、例えばサイドの選手だったら逆サイドにはボール絡みになかなかいけないわけで、けど真ん中にいるからこそ全てを把握できるから、うん、守備も攻撃もいろんな多くのことに関わることが一番大事だし、うん、いろんな意味でこう上手くなっていくから、それがそれをできる、うん、特別なポジションだと思うから、まあ楽しみながらやるのが一番いいと思います。いっぱいやることあるから、真ん中の選手は大変だけど、まあやりがいはすごいあると思うし、逆にこうね、自分の工夫次第とかでいくらでもこう状況変えれるから、まあ面白いと思うよ。いろいろ考えながらやるのがいいよ。まあ今日、皆さんと、直接話してみて、すごく自分自身も楽しかったですし、まあいろんなこう皆さんのね思いとかも聞けて、すごく充実した時間になりました。また、試合が再開したときに皆さんとスタジアムで会えることを楽しみにしております。それまで僕たちは、しっかりコンディションを上げていいパフォーマンスをお見せできるように頑張っていきます。ではまた。